初高は日本海軍の不設艦。初高型不設艦の一番艦。旧設網艦に分類する文献もあるが、日本海軍の法令上は不設艦である。軍艦、初高は1939年10月に竣工した日本海軍の不設艦。艦名は高狩りに用いる秋の高による。潜水艦に対する港湾防御の一つとして、防戦網が開発され。 これを短時間で付設する艦艇が求められた。初高型は白高や円型付設艇に続いて完成した旧設猛艦である。初高型は小型警戒で対戦能力も有し、戦団護衛任務にも投入された。太平洋戦争開戦時の初高は南遣海艦隊第9根拠地帯に所属しており、マレー作戦に従事。水路警戒や 戦団護衛任務に従事した。1942年9月から、ラバウル方面に進出して、護衛任務、紹介任務に従事した。1944年中旬以降、再び東南アジア方面での戦団護衛、紹介、機雷敷設任務に従事。1945年5月16日、米戦水艦の雷撃で沈没した。三計画艦で、 白鷹の改良型。石炭燃料、レプシロ機関の白鷹型に対し、初鷹型は、石炭、重油混燃、タービン機関となった。96式防戦も24組6回入り分、または93式1型機雷100個を搭載可能。先行2隻は、連装飛式 40mm 機銃を完全部と、後部に1機ずつ装備。対空。 対戦水艦戦闘に対応可能という触れ込みだったが、低性能のため、弱高は40口径3年式8センチメートル高確保を搭載した。1938年3月29日、初高は張馬造船所で起航。銅造船所は本館を含む不設艦複数席を建造した。1939年1月20日、本館は初高と命名される。 同日府で4席はそれぞれ官邸類別等級表に類別される。初高は4月28日、浸水。同年8月、初高偽装院事務所を設置。10月31日、春行。同日府で偽装院事務所を撤去する。クレチンジュ布席。1940年5月1日、クレチン部隊に編入後、11月15日より第一、根拠地帯に編入。 1941年4月10日、第1根拠地帯に編入。同年10月31日、第9根拠地帯に編入。第9根拠地帯は11月8日に、クレを出港し、11月17日にサンアに到着。初高などは、マレー部隊の根拠地部隊として、太平洋戦争初戦では、マレー作戦に参加した。初高の任務は輸送船護衛。 防線網設置や白地警戒であった。12月3日、初高は低速の輸送船、関西丸と先行三丸を護衛して、他より早く三アから出撃。12月6日に三隻は主船団と合流した。12月7日、船団は目的地ごとに分かれ、初高はシンゴラパタニ方面へ向かう船団を護衛した。12月8日、マレー半島のシンゴラ、 コタバルなどへの上陸が行われた。続いて、第二次丸へ上陸作戦が行われ、この時は、初高は、シンゴーラ方面に配置されていた。1942年1月、初高は、解剖艦、占い、守るなどとともにアナンバス基地占領作戦に参加した。攻略部隊は1月24日に、プロコンドル島から出撃し、1月26日に、占領は完了した。 2月、パレンバン攻略作戦に参加。初高などからなる、パレンバン素行部隊の任務は、パレンバン素行水路警戒などであり、2月15日に、虫川素行を開始して2月16日に、パレンバンに到着し、総会を完了した。ついで、シンガポール及び、マラッカ海峡の水路警戒作戦に参加した。3月は、まず北部スマトラ攻略作戦に参加。 初高は、占い、守るなどと共に、第2護衛隊となり、任務は、ラブハンルク、維持方面上陸部隊の護衛であった。第2護衛隊は3月10日に、シンガポールから出撃。3月12日上陸は行われ、無欠上陸であった。第2護衛隊は3月14日に、シンガポールへ向かい、続いて、ビルマへ、陸軍部隊を運ぶ、輸送船の護衛に従事した。 ビルマ輸送作戦では、第2号衛隊は、初高、占い守る、練習巡洋艦、カシー、駆逐艦4隻などとなった。輸送作戦は3月19日から4月28日まで4時に、渡って行われ、マレー部隊は134隻の輸送船を護衛した。なお、4月10日に、第2号衛隊は解散され、代わりに、カミナミ根拠地部隊が編成されている。 1942年9月11日、初高は、シンガポールを出発し、スラバヤやアンボンを経由して9月30日に、ラバウル到着。カビエニア、ショートランド白地及び部員で、対戦警戒任務に従事した。1943年3月15日、ラバウルを出発し、アンボン、マカッサル、スラバヤを経由して4月4日に、シンガポール到着。その後は、 ペナン方面での戦団護衛に従事した。1944年8月3日、シンガポール方面で植来して勝破修理後も、シンガポールやペナン方面で補給や戦団護衛任務に従事した。1945年5月3日頃、アメリカ潜水艦、ラガートを撃沈したものと思われる。5月14日、ト取トリマル護衛中、攻撃してきたアメリカ潜水艦。 小ビアに対して爆雷攻撃を行い損害を与えた。5月16日、戦乱護衛任務に従事中の初高は、イギリス領マラヤ付近北緯4度49分統計103度31分、北緯4.817度統計103.517度、4.817 10、103.517 10地点で、米潜水艦、ホークビルの魚雷攻撃により沈没した。8月で、 初高は帝国軍艦席及び初高型不設艦のそれぞれから除籍された艦長たちの軍艦誌212ページ日本海軍誌第9艦の召喚履歴に基づくありがとうございます